まあ7の絵は問題なし。おっと4つだと長いね。7の B 地底湖の先に4つ。おだから4つ。裏道もありそうだな。じゃあここ、まあ、水の中探索系だと思う。とりあえず青ピック上が壊せるね。でもあーいろんな道につながっているパティンか。おっとびっくり。あよし7の B 地底湖の先にどんなステージなんだ。よしはっはっ。ああ上に壊せるところがある。でも出てくるのは青ピクミンだ。じゃあまずは上には行けないってことだね。どこかで岩ピクミンを見つけてくるんだ。ああここも壊せるところだ。ちょい。うん、嘘です。ここはただの廃墟か。そしてあの廃墟も行く必要なさそうな感じだよ。あこいつ水の中では生きられるけど、その後無事とは言ってる。あれ水が減った。あこれを壊したことによりここの水がなくなる。ああなるほどね。青ピクミンで水なくして他のピクミンたちを生けるようにするって、そんな感じのステージ構成かな。まさかの先に壊したら取れないパティーン。うわあそういうのはない、そういうのはなしだわ。まだ早いね。よっとブロックをやり直す。テイク3。よーしどんなステージもういいや。はいはいとっとと戻すぜ。罠は寄せよ。あ、ジャンプで戻ってくるスタイルか。なるほどね。よっ、でこっち、まだ壊せない。というわけで左参ります。そうよ。そしてこれはリコーダーの上部分か。頭あの洞窟から戻ってくるんだよね。初恋ベンチ好きだけど上の先ペロペロしちゃう。やめろおい、やめろ。一体やつは何をする気なんだ。うわーやめろー。でここも壊す前に先にこっちに行けば取れますよ。わなー。あもしかするとね、戻せる方法とかあったのかもしれない。入れません。で、結果、あれ、取れなかったから戻したけど、どうすんだ、これ。違う。ここ以降にも岩ピクミンがいないんだよ。で、水なくしたことによって、これか？あ、これだこれだ。どこ行きゃいいんだろう。投げる。で、ここ登れるようになったな。トゥン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 。
りあえずここの右ルート脇組に立ちていけって十分。フィッシュ行け。上が正解ルートっぽいな。ここに2つ目のお宝があるはず。あ、戦いそう。ほらー、ん、何この生物、不思議。おお、なんか溜め込んでる。やばい、結構溜め込んでるぞこいつ。お、ビー玉だ。溜め込んでるね。ついにハートのビー玉、愛の結晶。いや、図鑑が楽しみだね。一体何だったんだやつは。さあ行くぞピクミンたちよ。待って。で上に行くと回ってくるけど、まだ岩ピクミン持ってないから、多分ピクミン出してる。つまりここの右で岩ピクミン、右なんかねえよ、右なんかねえんだよ。じゃ先に上か。あ、いるか。お、あそこだな。よし、みんな飛ぶぞ。飛べ越前。ん、ここで笛を吹けば。で、ここは降りられないから、行きたかったらもう一周してこいってことか。岩ピクでぶっ壊す。もう岩ピクが4体。岩ピクをゲットしたことにより、もう一周。あそこはね、別にいらないやつなんで。ちょっと危なかった。じゃあ一つずつ。ちょっとずつこなしていく。おー、閉じるー。お、花眼鏡が見える。パーティーグッズ、真面目くらい。確かに真面目なやつほど笑いそうだ。これ装備して真顔でいられたらもう耐えられる気がしない。この水のところは他のやつね、行くと死ぬ可能性ある恐ろしさ。多分ね、青ピクミンは問題ないんだけどね、岩ピクミンが下手すりゃ死ぬんじゃねえかという恐ろしさがあるね。あ、寝てる岩だよー。はっ、降りましょう降りましょう。いつまで寝てんだよお前はよ。転がしてる転がしてる。あー、ゆっくり寝て。合流はできるのかい。合流できんの。合流しに行かねばならんのだ。あれ、ん、どうだ、来ない、どうだ、来ない、来れない、来れない。あ、わかった、飛ぶんだ。自ら会いに行くスタイルだ。こういうことだ。お前たち壊すんだ。いくよー。よし、これで20匹フルフル。そして新しい場所に来てしまった。大丈夫かこれ。あ、こうつながっているわけね。じゃあ次は左だ。そこにはいない。中に誰もいませんよ。で帰る。あ、ぶんねえ。放物線を描きやがるぜ。あっと、いればネックレスか。なんでいればっつったんだこれ。よっしゃってお宝コンプリートじゃないか。優しい恐竜の歯。あ、
オリマーさんと同レベルか俺。オリマーさんと同レベルの発想か。いや恥やわ。いいよ。はい、参ります。結構こういうのあるよね。行ったり、戻ったり。その結果、ぐるぐる回りながら出口を目指す系。あ、小芝居。ドミノ事故が起きた。あれ？あれのせいだ。ほら、一番後ろのアビクミン。置いてくないでー。ごめんなさい。玉突き事故がね、起きてしまった。皆さん、気をつけましょう。よし。あと連続ジャンプ。ここ入れるよね。で下に、あ、じゃクリア、見えてる、クリア見えてる。ここも裏ゴールなさそうな感じだね。正直めんどくせえんでない方が個人的には嬉しいです。よっ、あ、いら、うん、あるか、あるわ裏ゴール。長いんだよなここ。とりあえず通常ゴールでいいかな。うん、まあどっちが裏かわからないんだけど、とりあえずゴール一つ目。はい、こっちが裏ゴールだ。まあまあパーフェクトクリア&裏ゴール、あとはノーマルゴールをさーっとしちゃいましょう。はい、コンプリート。どんどんキラ溜まるんだけど、もう帰れるんじゃなかったの？あ、ね、パーフェクトまで OK。 ジリン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 というところで逆側のゴールを目指す。7の X、 7の C の方を出さねば。はい、ということでね、結構ひどいひどいプレイが見れるんじゃないかな今回は。タイムアタック的な。ああ今リセット時間だ。で一気に下に降りて、ノーダメだぞ。ノーダメじゃない。なるほど、一応そういう行動はできるんだこいつら。ダメージはないけど邪魔は、邪魔はできる。足りない足りないぞ。ちょ、で登って、ここまで戻ってこないといけないんだよね。まあ、今回わざわざ20匹全部集めちゃわないんで。他のは遅いぞ。
で。もうパーフェクトクリアは終わってるんで、そこまでしないっていう。危ない危ない危ない。なんでお前らちょっと右に寄ってんだよ。インスタクリトゥー表通りに行こう。はい、連続ジャンプ地帯からの、別に裏ホールもね、舞うような配置にされてないからね、ぬるいね。ここで裏ゴールをバラすのはいいけど、ここの裏ゴールへのつながりの道があまりにもちょっとぬるすぎた感。これね、こう左側見えないぐらいに良かったんじゃないかな。ここもある。あ、危ない危なすぎる。特に危ないほどでもなかった。でもあのカエルで失敗してたら泣けるぜ。オリマン表ゴール。はい、地底湖の先に一体何があるって言うんだ。あ、地底湖、確かに水を減らしたからね、お宝があった。お宝はありました。はい、31、うん、広場も特になし。ならば図鑑だ。さあ、新しい原生生物、これオオスズナリ、スズナリ、キノミムシ、キノミムシか。体内に木の実を溜め込んでいる。木の実を落とすが、たまに高エネルギーの物体が出てくるんでびっくりだ。トン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 、飛んだ、歩いた、飛んだ、触ると動くよ。触ると動く、触ると動く。こいつら動かねえのかなとか思ってたけど、動くじゃん。ボスボス食べられる。おお、食べれる。わしゃわしゃ電気ためそう。電気のエフェクトは取り抜こう。いや、意外に早いかも、この動き。食べた、火吹いた。足短、埋まっちゃってますけど。お宝お宝、リコーダーの上、初恋ベンチ。ドルフィン2号機は大型楽器のパーツだというが、どう見てもベンチではないか。ちょうどカップルサイズだし、すごいのはこの角度、少し傾いているから滑って自然と2人が近づく作り、小夢のラセル、優れものである。この中に人入れるよ。人は入れない。そしてビー玉、ついにハート。解析によると愛情を深める結晶体らしいが、今の私にはいらないもの。なぜなら家族と遠く離れるほどに私の愛情は強くなるばかりなのだ。ということは故郷に戻り近くなると愛情が薄れることに行こう。ここは念のため社長に話をして格安で売ってもらおうか。真面目クラッシュ、スーパー真面目クラッシュ。この物体を見た途端、ドルフィン2号機が、オリマーさん、この物体を私の上に乗せてください、そうすれば私にもユーモアのセンスが目覚める気がします、と言い出した。その発想がすでに面白いことに気づいていないのか。まあね、真面目な人がこれかけるだけで大笑いだよ。パーティーグッズです。優しい恐竜の歯。これは常識をひっくり返す大発見だ。肉を食いちぎり骨をも砕くのが恐竜だと思っていたが、こんなにも優しい歯を持つ恐竜がいただろうか。ドルフィン2号機のデータベースにもないのだから新発見に違いない。多分真珠のネックレスだね、これ。ということは私の名前がつくのでは。例えばオリマサウルス、オリマドン、オリバトプス、オリケラトプスみたいな。オリオリオリマ、いやー、まあ恐竜の化石ではないです。真珠のネックレスです、おそらく。
広場は行く必要なっしん。